当に、この戦争で多くの労働者、民衆が命を落としている、そうしたことに対して私たち日本の労働者、労働組合も決して一言ではない、自分の問題としてこの戦争を止めていく、阻止していく、そういう、戦いが、求められているんだと思います。この戦争は一体なぜこうした労働者が多く犠牲になるのか、それは日本国内が労働者の されて祖国のために命を懸けろということを迫られている、こうしたことに対して世界中の労働者が団結して、本当の敵、そうした日頃私たち労働者を職場で搾取抑圧している資本家、そして挙句の果てには戦争まで引き起こして労働者の命を虫けらのように扱っている資本家とその政府に対して抗議の声を上げていきたい。何よりも私たち日本の労働者、労働組合が何をなすべきか、それは目の前にある首相官邸、自分たちの政府にこそ直ちに戦争をやめろ、戦争政策をやめろ、そうした声を大にしていくことが私たちの責任だと思います。常に日本は今回の戦争でも経済制裁も先頭に立って行っているわけです。まさに戦争の当事者、そうした問題について私たちはこうした資本家の戦争に日本は絶対加担するな、戦争を拡大するな、そうした声を今日は第二章に伝えたい。そしてこの戦争を機に憲法改悪、あるいは核武装、そうしたことを企む動き、これが加速されています。こうした全ての戦争政策に私たちは断固として戦っていく、決して私たちの反戦闘争とは犠牲者を悼み平和を祈る、それだけではなくて断固として戦争を、戦争の根を断ち切るために戦っていくので作っていきたいと思います。それでは今日一日気合を入れて頑張っていきましょう。それでは呼びかけ団体、代表して全国一般、全労働者組合、消費者、挨拶よろしくお願いします。よっしゃ、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は当然労組の連絡担当、オレン・フランクムです。すみません、日本語はあまり上手に話せません。OK ちょっと緊張。 OK はいありがとう。すみませんの戦争は卑劣な行為だと思います。どうだ戦争は国々が他国への影響力を伸ばし世界を人質にするものです。どの戦争も第三次世界大戦になるという危険性に対して恐怖感を覚えています。権利欲側はこの恐怖、すみません、この恐怖感を使って再軍備し大量破壊兵器を作ろうとしています。しかし実際に戦うのは労働者であり、実際に苦しむのは一般市民なのです。そうだ、戦
持ちで死ぬのは貧困者なのです。すべての戦争に反対し、戦争に苦しむ人を支援するべきなのです。労働者階級としてすべての兵士の即時撤退を呼びかけます。And I'm just going to say something in English. We need to stand against any and all forms of war. It will never be the workers who will win from anything. The workers will always suffer while the rich profit from it. Oppose all of those who would make money off of our death, because it will be us who die, not the politicians and not those in power and not those with money.そうだ、そうだ。ありがとうございます。全然エスケートですよ。すみません。当然労組の、強化、全体強化担当の佐藤エスと申します。皆さんに一つお願いがあるんですが、黄色い点字ブロック、視覚障害者のためのものですので、どうぞご配慮くださいませ。ありがとうございます。日本の労働者、先ほど労働者は今、日本の中ですでに、戦争状態にあるということをおっしゃいました。私もそう感じます。当然労組の組合員は、正社員は少ないです。非正規です。特権階級の労働組合の集まっているどこかの、ナショナル団体、ナショナル組織とセンターとは違います。日本は97年の賃金を100とすると、現在89にまで落ちています。これは世界で唯一25年間デフレを続けている。その原因は自民党公明政権の経済政策の誤りです。あるいは故意にやっているのかもしれません。労働者の虐待、市民の虐待、子どもの貧困、老人の貧困、自殺、年金の削減、医療費の高騰、大変な苦しみの中にあります。そこにコロナがやってきました。自粛、営業、そういったものが制限されて、中小自営業者は次々と倒れていきます。この中で、経団連は2025年までに消費税を 15%、 19% に上げると言っています。もう 10% で限界です。私たちは、賃金を上げること、消費税を廃止すること、そして、この苦しんでいる経済的な状況に労働者、市民、子どもたち、老人を救うために経済的政策を求めたいと思います。そして、賃金だけではなく、年間の収入、平均月収はついに、この10年間で中央値で108万円減りました。アメリカは750万、60万でしたか、年間平均。日本はなんと400万ちょいです。本当にひどいことになっています。経済政策の誤りです。そして先ほどから皆さんがおっしゃっているように、ウクライナ戦争、ロシアの侵攻に対して日本政府は、あるいは日本の国会は、ウクライナ頑張れ、ロシア引っ込め、ロシア撤退は当然のことですが、ウクライナ頑張れ、基金と武器を送りました。ある政党は街頭で基金を募集しています。もう野党もほとんど全て、抑散化してしまいました。こういう中で戦争を止めるには、私たちは具体的にすぐに即時停戦ということを求めていきたいと思います。どちらも交渉のテーブルにつく、どっちの言い分も聞く、それでないと戦争はありません。制裁強化を日本政府は言ってます。制裁で戦争紛争が止められた例は 36%、 そのほとんどが10年の長期化です。つまり戦火を続け長期化させた方が絶対に有利な一部の人々がいるわけですね。皆さんがおっしゃっているように、それは絶対に避けなくてはならない。命もインフラも国の破壊も、そしてそのまた皆さんもおっしゃっているように、日本政府は日本も攻められたらどうするみたいなことを言って、なんだっけ、防衛費を GDP 1% から 2% に、とんでもないことです。世界第3位ぐらいになっちゃいますね、軍事費ね。で、さらに核共有。日本は小さな島国です。核
海岸線に54基の原発があります。ここにテロリストがちょいとなんか投げ込めば54発の原発が爆発するわけですね。もう311で降りてるわけです。さらに、日本をやっつけようと思ったらもっと簡単なのはあれですね、外部電源、電源、あの原発の外部電源を遮断する。東京でも原発暴走しますね。さらに食料自給率 38%、 ごめんなさい、気を漏洩ですれば日本なんか一軍なわけですね。だから日本を守るには外交を進めるしかない。停戦協定、停戦合意に、それから、中国やロシアや台湾と外交を、友好関係を作っていかないと、どう思います？ごめんなさい、長くなりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。当選ジョンスの仲間でした。続いて